やられたらやり返す人生倍返しだ はい、ということでございましてですね、今日もですね、あのー、今回もノーカットノー編集でございまして、一気に喋っていきたい、そのね、熱弁パターンでいきたいと思います。このエウレカ7ハイエボリューションの最後の作品、エウレカの感想をあげたら結構反響があったんで、ちょっと続き取ってほしいって言われたんで、その続きをちょっと語りたいと思うんですけれども、まずこの、わからない人にもわかるように説明したいと思いますね。この、エウレカ7、そのエヴァンゲリオンもそうですけども、エウレカ7もそうですけれども、やっぱ最後の作品、この、最後になった作品をどうやって やっってててわらせるるののかっていうのは常にこう物議を醸して賛否両論あるわけで私もですね、いろんな感想を見て、いろんなこう厳しい意見もたくさん見たんですけれども、それでやっぱり思ったのが、私ね、前回の動画でも感想を述べたでしょ。メッセージ。監督のメッセージがこれだ。で、あの、映画館に行くと、あの、もらえるやつにシリアルコードがあって、ラジオを聞けるんですよ。監督と声優さんのラジオ。それで、監督がこの作品に、最後の作品について込めたメッセージのことを言っていて、これが、あっとったんや。 やっとっとたんやこれ私が言ってた動画と結構合ってたの。あ、監督がこう重要なセリ、あの、監督、重要なことを言うんですけども、例えば、私たちの見たいエウレカじゃなかったっていう、あの、感想が結構いっぱいあったんだけど、それ、監督がそう言ってたんですよ。どういうことかっていうと、この作品を、のテーマというか、求めたというか、込めたメッセージは、あのね、継承なんですね。継承。次に続く、次世代への継承。だから、 自分が書きたかったんだけど、書かなかったんだって。あえて若手のクリエイターとかに、アニメーターに任せて、作品が上がってくるのをずっと待ってたって言ってたんですけども、自分が書いちゃダメだって言ったので、映画のラストシーンの後に本当は、あった映像があったんですけども、あの、脚本まであったんだけども、それは自分が書くべきじゃないって思ったんですって。だからもしかしたらエグレカを、引き継ぐクリエイターが出てくるかもしれないんですけれども、そんな感じのことを言うんですけども、要するに、 次の世代が描いていくものだっていうことなんですよ。で、またエウレカ全然知らない人にも、どういうことかって、このね、エウレカ7の最後の作品が何だったかっていうと、次の世代への継承だったんですよね。だから、この最後の作品の映画の中には、前の動画でも言いましたけども、いろんな作品のオマージュが結構詰め込まれてるんですよ。明らかにターミネーター2の、 アルークコ路に落ちていくシーンっぽいのが一瞬出たりとかするんで、これ、あれかなとって思って、それをつなげていくと、やはりこれは明らかなオマージュだったってなるんですけど、僕それで、一個すごい仮説を思いついたというか、もやもやしてることがあって、なんか、感想にも一個あったんですけども、ホランドが格好悪いっつって、ホランド声が変わって、森川敏幸さんになったんですけども、ね、 声変わるのはいいけど、キャラクターまで変わってんじゃないのってなってるんですよ。で、結構今回のハイエボリューションって最後のリメイク作品では、姉もネ,ネもそうなんですけども、性格がやけに変わってるキャラクターがいるんですけども、それはまあ、パラレルワールドの一つとして別にね、まあ、あるっちゃある描き方なんですけども、ちょっとこれ僕気になって、 なんか、モヤモヤしてたの、ずっと。で、今回の映画最後、藤原刑事さんって、あの、ホランドの声やってた方が亡くなられちゃったから、藤原刑事さんに哀悼の意を表しますって最後にメッセージが、パンってちょっと出るんですけども、見ながらちょっとモヤモヤしてて、なんかホランド、やけにかっこ悪いなって僕も見てて思ったんですよ。お父さんになるんだけど、これね、僕、見てる時もちょっとうっすら思ったけど、やっぱり気になってるんで、ここでちょっと言いたい仮説があるんですけども、あれ 野原博士じゃないですか。野原慎之介、クレヨンしんちゃんのお父さんの、野原博士っぽい、なんか顔するときがあるんですよ。こうやって頭ボリボリ書いて、なんか、髪型も、ホランドってあんな髪型でしたっけエブリカセブンハイレボの最後の完結戦の時のホランドの髪型ってちょっと、クレヨンしんちゃんのお父さんって、 まあ、刈り上げの頭パイナップルのなんかパーマみたいな感じじゃないですか。あそこまでじゃないんだけども、なんか、あんなホランドって刈り上げてましたっけもしかしてですよ。というか僕そうだと思うんですけど、あれ、明らかに、野原博士、そのクレヨン新茶のお父さん、いろんなね、アニメとか漫画とか特撮のオマージュがもしも、あの作品に散りばめられてるんだとしたら、藤原刑事さんに愛とのい込めて、 クレヨンしんちゃんのお父さん代表作であるあれ、多分入れると思うんですよ。多分。これ多分監督に言っても答えてくれないんだと思うんだけども、監督は多分言わないと思う。な。これ言っちゃったらつまんないじゃないですか。いろんな、ここはこれの作品でこれがって言っちゃったらつまんないし、オマージュにもそれはならないかもしれないじゃないですか。だとしたら、あのホランド、クレヨンしんちゃんのお父さんですよ。なんか、 そんな感じの顔をするシーンがあるの。僕でも、クレヨンしんちゃんを全部見てきたわけじゃないからわかんないんだけど、多分、そのキーになるポーズとかセリフとかシーンがあるんじゃないかなってちょっと思うのが僕の仮説。あれは、藤原刑事さんへのちょっとオマージュでクレヨンしんちゃん入れてきただろうっていうのは僕ちょっと見てて、うっすら思いました。でね、今回思ったのが、あのね、僕が思ったのね、十、 さらに重要なメッセージとしては、継承はそうなんですけども、それだけで終わらしちゃいけないと思うんですよ。もう一個、課題も多分残したと思うの。課題。だから、賛否両論のピの意見もたくさんあるじゃないですか。その言ってることも僕すごい全部分かったんですよ。だからそ、分かる、分かる気持ちもあるから、そこは課題なんだと思うの。次の継承するクリエイターがそれを超えていけばいいと。前のえぐれかを超えられてないんだったらそこを超えていけばいいし。だから、あ、で、そう思いました。そう継承と、もう一個もう一個。 再生産をしたくなかったんですって。だからこれ僕ね、ラジオを聴いた時に、あってるわと思って。もう、やっちゃってるんですよ。だから僕、ね、あの前の動画の時も言ったんですけど、すごい見たかったエブレカの戦闘シーンって、ハイエボリューション1の初めの20分で描かれてるんですよ。凄まじい作画で、凄まじいクオリティの戦闘シーンのやつ。あとは、もうテレビシリーズでもう描いてるんですよね。その見たかったやつって。それを、 改めて見たいなと思うのは山々なんですけども、そうしなかったってもう監督が言ってるので、そういうことなんですよ。だから重要なポイントは継承、そして再生産、同じことを繰り返すんじゃなくて新しいものを作っていくっていうメッセージだったんじゃないかって思うと、あの映画の置き場所というか、立ち位置というかがすごく明確に見えるんじゃないかなって私は思いました。だから、あれなんですよね。 エレガセブンの最終回ってむちゃくちゃ明るいんですけど、さ、最後ね、その主人公のレントンが、I can fly! って言って飛ぶんですけども、今度は僕たちが飛ぶ番なんです。これを踏まえて。だから、僕ね、これ、ね、アニメに詳しい人とか知ってる人にぜひね、ちょっとね、コメント欲しいんですけど、作画崩壊って言葉あるじゃないですか。作画が崩壊するって。まあエガちゃんと書き込まれてないよみたいなことを作画崩壊って言うんですけども、結構、まあちょっときつめのフレーズだから、まあ僕は好きじゃないんですけども、僕、途中から、エヴァンゲリオンのもう、 9の以降、9以降の映画、アニメの映画。僕ね、作画崩壊してないアニメの方が少ないなってちょっと思いました。とか、だから僕、ある時からあんまり気にしないことにしたら気になっちゃうから。それ気にすると。あんま作画崩壊一切してないのって本当に少ないですよ。鬼滅の刃の映画とか、まぁ、あ、煙突町のプペルはちょっと描き方違うけども、ああいうのとか、ぐらいですよ。本当に。一切してないの。 バイオレッテバーガーでもそうだと思うんですけど、してないと思うんだけど、そこは、あの多分ね、いろんな技術的な問題とかいろいろあると思うんですよ。なんか、映画ってスクリーンでやるから、普通に、普通のセルで書くと、引き伸ばした時に、書き込まれてないから、 作画崩壊してるように見えちゃう。まあ、要するに映画でやっちゃったらしてるようになっちゃうんだけど、引き伸ばすように想定して作られてない場合があるけど、でも、映画で作るんだから映画でそれ想定しないというのは変なんですけども、でも、その辺は技術の問題なのか、なんかその、使ってる何かの問題なのかはわからないんですけども、だと思うんです。 これちょっとアニメ、も、だったらお金がないからできなく、そこまで書き込めなかったのか、あえてそういう表現をしてるのかなってパターンもあるじゃないですか。僕、新エヴァンゲリアの時結構そう思ったんですよ。まあまあ重要なシーンと、まあまあ序盤のシーンで明らかにキャラクターの顔が描き込まれてないシーンがあって、気になるじゃないですか。だから,だから僕初回見た時に気になるわと思ったんだけど、こういう表現をあえて撮ったのかなとも撮れるし、 そうじゃないんだとしたら他に理由があるなら僕ちょっとアニメ詳しい人にちょっとコメントいただきたいので教えてほしいんですけどもそんな感じでエウレカセブンハイエボルブジションもしかしたらホランド野原博施設私の仮説そんな感じででだからねラジオ面白いんですよだから劇場行ってちょっとこのシリアルコードをもらってラジオを聞いてみてくださいそのあるシーンのことを言ってますから あのね、最近の映画ってなんかお客さんあるあるなんですけど、映画あるある。映画見終わった後、特にアベンジャーズ好きな人はね、映画見終わった後、エンドロールの後絶対なんかあるぞって思いがち。これ、あるある。エヴァンゲリンの時もそうだったし、エウレカの時もそうだった。どっちもないから。ないないない。だけど、本当あったんです。っていうのを監督が言うんですよ。それが何かっていうのを言ってますね。 これ、第1週なんですって。第1週、ラジオ社特典だから、第2週はまた別のラジオが聞ける。今度は、あのー、エウレカの声優じゃなくて、今度は姉モネさんの声優の、コシミズさんが、あのー、来るらしいんです <laughs> あ。そうそうそう。え、あ、そう、エウレカとゲストか、ゲスト。そんな感じで、新しい手法をいろいろ取り入れて、 継承と課題これがエウレカのハイエボー3。ぜひ、だどんなオマージュがね、この、褒められてるかっていうのをポイント絞ってちょっと僕の、まあ、見に、これから見に行く人はちょっと、もしくは僕より詳しい人は、それちょっと見,見届けてください。あれ、あれだよって。そう思、思い返すと、確かに、あのシーンちょっと何なのかなってシーンがちょっといくつかあるんですよ。 だとしたら、絶対なんかのオマージュなんですよ。そんな感じで、ここはあれだったよっていうのを見つけたら、ぜひ、ここにコメントくれたら、幸いです。そんな感じで、大事なのは、いいねとチャンネル登録だ。これ一応こう、俺の中でね、レントンっぽい服。なんかもう、スポーティーなレントンっぽい服です。大事なのは、いいねとチャンネル登録だ。 そんな感じで、えー、またよろしくお願いいたします。この、うわーって喋る映画のレビュー、ちょっとだから、ありが、なんかよかったねって言われたんで、もしかしたら続くかもしれません。そんな感じで、ダメ沢直樹でした。これ、これちっちゃいな。そんな感じで、ありがとうございました。